な甲州街道の変形であり、江戸から東京へ、そして今後も都心部の繁栄を築き上げていく重要な動脈であることには昔も今も変わりはないのである。しかし新宿の大いなる発展は震災後に始まる。明治にできた今の山手線の一部と中央線の一部、大正になって砂利運搬を目的として開通したこの京王線などを足がかりとして発達した。震災後すぐに三越支店が駅前にできた。これが二校で、今の三越は昭和5年引っ越したものである。同じ頃今の伊勢丹の角に布袋や呉服店がデパートとして進出。昭和8年にはその隣に伊勢丹呉服店、また武蔵野館、新歌舞伎座などが次々に立ち並び、歓楽橋新宿は山手銀座の名を神楽坂から奪い去ったのである。戦災後は都心の発展につれていよいよ繁栄、庶民的なアミューズメントセンターとして親しまれ、特に夜の人口はどこの繁華街にも増して多く、これが新宿の特色ともいえよう。こうして一路発展街道をひた走る新宿は、また中央線、西武、京王、小田急、それに最近開通した地下鉄などの膨大な地域の人口を背後地に持ち、文字通り交通の中心となった。